And what is a scene that you felt that you had to nail in order for this film to work? Oh, I mean, every scene had to be a home run in order for this to work. It all relies upon relationships between people. And in order for that to happen, you have to really be, you have to make sure you dig as deep as you can. And every day we did. She was incredible to work with. We were all very blessed to watch her not only sing, but inhabit the role of Allie every day. この映画は多分もう最終終わったエンディングの方ではいろんな人が鼻をズルズルしてると思う。本当に私は心にすごく響く感動する映画だったし、なんかあの将来の夢もなんか楽しなんかなんかもっと頑張ろうっていう気持ちにもなるから、そうそうそういろんな人に見てほしいなって思った。あの今ねこう試写会なんかでこの映画をご覧になった皆さんが、うん。ガガ泣きっていうそのワードが試写会で見た若い皆さんの中に広がっているということですけれども、改めてローラさんこの映画をご覧になっていかがだったんでしょうか。実は私もロラ泣きをしたの。このワード新しい。ロラ泣き。そうあのねこの映画ロラ泣きした。でもね、私泣く予感がして、あのお手洗いであのトイレットペーパーピューってやって、よしってやって持ってったの。トイレットペーパー、ティッシュペーパー持ってなかったんですか？忘れちゃったの、忘れちゃったの。トイレットペーパー持ってたんですか？これは泣く予感がする。でもバッチリメイクをしてて泣きたくなかったんだけど、もう見たらもうボロボロ泣いて、もう本当に良かった。見た？もちろんです。良かったよね。あ、もう泣きました。そう、なんか心に響いた。うん。これをじゃあローラ泣きとこれからは、うん、ね、ガガ泣きとローラ泣き、皆さん見た感想なんかもねツイートしていただければというふうに思います。はい、ありがとうございます。I can't tell you how happy we are to be here. We have been so looking forward to coming to Japan. I know all of Lady Gaga's fans are the best in the world here. She knows that. She's sorry she can't be here, but I think you may hear from her shortly.I know for me, this movie is about dreams and pursuing your dream and finding your voice. And I hope that's what you'll get from it. And it will help you to dream even more and fulfill that. And I can't thank you enough for being here. And I hope you enjoy it. Thank you. Oh! いいね、いいね。本当にありがとう。本当にありがとうございます。こうやってまた日本に戻って来られて大変嬉しく思っています。とても来るのを楽しみにもしていました。でレディーガガのファンも日本のファンが一番素晴らしいということをよくレディーガガ自身もご存知ですし、彼女が今回は来れなかったこと大変残念に思っているけれども、きっと近いうちに会えると思います。そしてこの作品なんですが、夢というものがどういうものなのか、夢を追うことがどういうものなのか、自分の声を見つけることがどういうことなのか、この作品を見ることでより皆さんが夢を見れることを、そしてあるいは夢を追えることを、そして夢を叶える、そんなきっかけになる作品であれば大変嬉しいです。ローラさん、今のお気持ちいかがですか？あったかい、優しいね、すごく。Thank you, gentleman. ローラさんから質問があるとか聞きたいことがあるというふうに伺っているんですが、ぜひ聞いていただいてもいいですか。はい、質問？ちょっと待ってね。うん、あるという噂を聞いたんですが。あ、それね、さっき言っちゃったんだけど。そうですか。さっき言っちゃった。もう大丈夫。大丈夫ってありなんですか、こういうイベントで。大丈夫ですか。ちょっと思いついたらもう一回言って。わかりました。思いついたら教えてくださいね。イエス、ありがとうございます。はい。